北朝鮮ミサイル。アメリカの対応。米国防総省、ミサイルは宇宙空間に到達したようだと発表。北朝鮮のミサイル発射について、アメリカ政府は宇宙空間に到達したようだと分析している。アメリカ国防総省はミサイルが宇宙空間に到達したようだと発表した。またミサイルはキウミの上空を南の方向に進んでいく様子が確認されたという。ケリー国務長官も声明を発表し、国連安保理決議の違反であり強く非難するとしている。その国連の動きだが、日本はアメリカと韓国と共同で安全保障理事会の緊急会合の招集を要請した。関係者によると、7日の開催で調整しており、北朝鮮を非難する声明などを出す方向だという。ある国連関係者は、国際社会への挑発行為であり、さらに厳しい制裁措置の検討に入ることになるだろう、と話している。民の声に続く